マイニングリマインダー通知とピングが機能しなくなり、次に自分でアプリにアクセスするまで修正できません。はい、こんにちは。パイチューバーの八野誠でございます。今回もパイネットワークの情報をお伝えしていきます。昨日ですね、ニコラスさんの方からメッセージが届きましたね。まずこのホーム画面のこの一番上、右上のチャット画面のボタンをねタップしていただいて、はい、そうするとねこういった画面になると思いますね。ここにアナウンスメンツというところがありますので、こちらをタップしますと、はい、そうするとね、パイコアチームからのメッセージが、まあ、最新のものが一番下に表示されるようにね、どんどん溜まってきているんですけれども、昨日のですね、12月16日の午後3時49分にニコラスさんからちょっとね長めのメッセージが届きましたと。はい、でこちらをね今英語なので、Google 翻訳したものを表示しますけれども、はい、こちらになりますね。今日通知システムが停止しました。この問題は大多数のパイオニアで修正されていますが、多くのパイオニアではマイニングリマインダー通知とピングが機能しなくなり、次に自分でアプリにアクセスするまで修正できません。収益チームのピングも影響を受けるため、この問題の影響を受ける収益チームのユーザーは通知の問題を修正するために再度サインインするまで、パイアプリの外部ソーシャルメディアやインスタントメッセージなどで通知または通知を受ける必要があります。またこの問題の修正の副産物として、一部のパイオニアは今後24時間以内に重複した遅延マイニングリマインダーを受け取る可能性があります。この問題は残高に影響を与えず、パイは安全です。ハッピーマイニング。はい、ということでね、12月の16日の午後3時49分にねこちらのメッセージが出ています。はい、じゃあですね、どういった、ね、影響を受けたのかということの説明になりますけれど、まずね、こちらに人の、ね、ボタンありますね。自分たちのアーニングチームの、ね、一覧が表示されるんですけれども、でこういった感じでね、チームのメンバー、誰がマイニングしている、いや、マイニングしてないっていうのが見れるんですけれども、ここに活動休止中の人にピングを送信というボタンがあってですね、これをタップすると、このね、今マイニングパイのマークがついてないマイニング活動休止中の人にメッセージをね送ることができますと。はい、でこの機能がどうやら、一時的にね、不具合があったようです。ただですね、こちらにも書いてあります通り、もうですね日付変わって多分皆さんね、電源マークをもうタップして、要はサインインし直している、もう24時間だったら次のねまたマイニングが始まってると思うので、それでもうすでにね治っているということなので、まあ結果的にはね、問題ないのかなと。まあ、昨日そうですね、12月16日にちょっとね不具合があった人が何人かいたかもしれないんですけど、もうねすでに治っているということなので、特にね気にする必要はないかと思います。はいね、あとはそのマイニングリマインダーっていうのが、マイニング始まって24時間後に電源が切れるときに、ね、アラートを設定している人はね、ポップアップでこうアラートが出ると思うんですけども、それもちょっとね、機能しなくなった方がいますよということなんですけども、それも同じようにね、24時間経って再度電源を入れ直したときに治っているということなので、はい、結論的にはね、はい、気にしなくて OK ということになります。はい。ね、わざわざね、ちょっとやっぱり、ね、人によってはなんだこれっていうね、動作がおかしくて気にしている人もいるのかなというところでね、ニコラスさんメッセージを出したようなんですけれども、もうほとんどの人多分何もね、あれって思った人はいるかもしれないんですけども、特にね問題なく、まあ、マイニング続ければいいのかなと思います。私もねこのメッセージ来ましたけれども、特になんか不具合があったわけでもないですし、まあ、ピングもね毎日一応送信はしてますけれども、届いたかどうかっていうのはね、送った方からは全然わからないので、はいね、届いてるかもしれないし届いてないかもしれないと。まあでも送った方からすると全然ねそういうこともわからないので、はいね、
結果的には特にね、気にしなくて OK と。で、マイニングに関しては全然ね、影響してないと。単純にね、そのピングの機能とか、マイニングアラートのね、機能がちょっとね、おかしかったよと。ね、一番ね、皆さんが心配している、ね、マイニングの機能に関しては特に何も問題がなかったということでね、はい。まあ一応念のため、こうね、コアチームの方から、こういう現象が発生しましたよということで、はい、特に、何かアクションする必要もなく、あ、こういうことがあったんだなということで、あとはね、気にせずひたすらマイニングを続けていただければいいのかなと思います。パイネットワーク、まだ始めてない人はですね、ぜひですね、こちらの動画参照していただいて、登録してみてください。登録マニュアルと、あとパイの概要について話しています。このね、画面、スクリーンショット撮っていただいて、このQR コードからアクセスいただくと動画が見れるようになっています。まあ、認証ですね。登録したとて電話番号認証しなければいけないんですけれども、そこで認証がうまく取らないというトラブルが結構発生しましたので、そちらのね、対処方法についても動画を撮ってますので、それはね、こちらの動画を参照いただければと思います。で、登録も終わって認証も終わりましたと。じゃあね、2日目以降何をやればいいのと。ね、2日目以降どういうことが起こるんですかと。いうことをまとめた動画がこちらになりますので、ぜひね、こちらの動画、登録した人はね、必ず見ていただいた方がいいと思います。結構ね、やることありますので、特に4日目ですね、4日目にやることがありますので、ぜひ見てください。4日目と5日目、ね、ここがかなり重要なので、また別のね、動画を撮ってますので、4日目と5日目はね、絶対見ていただきたいなと思います。6日目はまあ、見ても見なくてもっていう感じなんですけども、ね、こちらの動画も、はい、ぜひね、参考に見てください。ね、動画の URL、このね、今ご覧いただいている動画の下に、ね、概要欄のところに URL を貼っておきますので、そちらからアクセスしていただければと思います。ということでね、今日の動画役に立ったよという方はですね、ぜひグッドボタン、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、またね、パイネットワークに関してのいろいろな情報、知っておいた方がいい情報とか、そういったことを動画で、はい、報告していきますので、引き続きね、このチャンネルチェックしていただけたらと思います。はい、それではハッピーパイデー。